それじゃない。怒られる前に。これ聞いてね。これ聞いて、怒られる前にする感じだ。これ事前。事前。聞いて、聞いて。今日なんか友達。聞いてる。なんか今日友達いっぱい来てるみたいですね。ちょっと、そのまま。友達いっぱい来てるみたいですね。友達いっぱい来てるみたいですね。ちょっと今日ね、友達いっぱい来てるみたいですね。ちょっと、こっちより来たよ。だからね、一応さ、これもさ、見え張ってさ、見え張って、そうなんですよ。ちょっと友達いっぱい来ちゃってる。しょうがねえんだよ。友達来て、うんこちゃん一人なんだよ、俺。静かに行くんだ。静かに行くぞ。こんなところで俺、やめらんねえんだよ。こんなところで俺、やめらんねえ。みんな声聞こえてね。こんなところでやめらんねえ。いつもだったら、やっぱ、じゃあ。さすがに友達。じゃあ、怒られたわけじゃないけど、このままだと、また、近所迷惑とかになっちゃうかもしれないから、静かにしてって言われちゃったんだよ。だから、静かにしよう。やっぱそこはさ、大人のルールだからね。やっぱさ、そこは、ちゃんと線を引いていこう、みんなで。みんなで線を引こう。みんな、この音量大丈夫？この音量大丈夫？この音量できよ。この音量できよ。ちょっと、よし。あと、今何？ 1,2,3,4,5 この音量できよ。ノイズ、悪い。ノイズさ、ゲームを下げろ。さ、ゲームを下げよう、ゲームを。ディグダのケツの穴、チュンチュンチュン、ディグダのケツの穴、チュンチュンチュン、ディグダのケツの穴、チュンチュンチュン、ディグダ。これぞ。これいいんじゃないの？これいいんじゃないの？言ったことしなきゃいけないんだろ。さ、言っちゃったよ。演じちまった。おい、ちょっとお前ら静かにしろってさ、部屋に向かってさ、誰もいない部屋に向かってさ、お前ら静かにしてって、迷惑かかるから。演じちまったよ。自演しちまったよ。ダメだよ。静かに行くよ。自演で、でも、それバレなきゃね。内緒しとけ。ほら、内緒しろよ。で、ニードランで、自演、やべ、エンジンがかね、このままじゃねえちまう。このままじゃねえちまう。このままじゃねえちまう。やべ。で、この電車で寝ちまう。俺この電車で寝ちまうんだよ。やべえんだよ。で、今度昼やるしかねえ。で、これさ、やべ、この電車寝落ちしちゃったらさ、寝落ちしまったらいるぞ。しょうがないんだけどさ、でも人様に迷惑かけるってよくない。人様に迷惑かけるってほんとよくないことだ。マイク音限界なんだよ、これが。マイク音限界。